あ、ポットクロックトーや。来た来た、ジョンのお出ました。いつも通り時間厳守だな。時間の神様が作った時計でも使ってんのか。言ってたなこれ、最初の会話やんけこれ。どうした、何かなくしたのか。なくす、ジョンに限ったそんなわけねえだろ。俺たちと同じ貧乏人だ。なくせるものなんてねえよ。最初の島だよこれ。ダメだ、ログすら見れない。何、ここはどこかって。お前寝ぼけてんのか。ここは採掘場だよ、俺たちの大好きな採掘場だ。腹が減ったな、もう何日も給油してない。ガス欠なのに働く辛さがわかるか。頼むぞジョン、収穫がないともう起動できないかもしれない。この先は危険だぞジョン、他に道があるなら避けた方がいい。避けたくない、避けなきゃいけないの。右下は、お、アイテムある、アイテムあるよ。トークンもらってもな。いや切なすぎるこれは。へえ、アルバ死んじゃうの。いやでもちょっとね、嫌な予感はしたんだよね。トイレかこれ。オープニングムービーでさ、イザベルたちと一緒、イザベルとジャスパーとジョンとサンでさ、列車に乗ってるムービーあったじゃないですか。イザベルが列車に乗るってことはアルバと一緒にいないっていうのかなーって思いながら見てたら、マジかよっていう。俺が言ったことを覚えてるか。採掘場には目に見えない秘密があるんだ。よーく観察すれば見えてくるものがある。それは何、あれ秘密ってなんだ。なんかあるか、闇雲にやってても進めないか。おお、なんか進めた。ジョン、ジョン、どこへ行く気だ。今は勤務中だぜ、さっさと行動に入れよ。お前はすぐチクるからな。行動くらい、フライパンも触れないし。サンちゃん、どこだ、癒してくれ。お、何ボス、あ、うわー落ちた、落下したけども。おお、すげえスタッと着地。さすがのジョンだぜ、俺だったらここで死んでた。頭から着地して死んでるって。暗いよ、サンちゃんがいれば明るくしてくれるのに。暗いよ。これなんて読んだっけ、これ船を、船じゃないよ、札を押す。普通に死ぬ高さやぞ、言っても意味ないよ。宝がでもなんかポインポインってあるっぽいんだよね。めっちゃ左上宝ないだろうね。あ、でもポインポインになってないから大丈夫か。こんな時でも宝は取り逃したくないというね、浅ましさ。なんだここは、イカダか今の。イカダってあんな感じだっけ。物知りだねみんな。俺はもう分かんねえぞ。目玉がこっち見てる。ここどこ、こんなとこ来たことないよ今まで。目玉が超見てんだって俺の方を。みんな目玉。はあ、ダメだもう俺このゲームにちょっと入れ込みすぎてる。あ、なんか変なのよ。あ、サンちゃん、サンちゃんか。何 ?752 って書いてある。サンちゃんか、マザーか、うえー、心のダメージが。俺はもうイーストワードの住人だから。第5章騎士とお姫様、第5章まで来れたか。でも5678やっと半分やね。
おお、もうお通夜だ。お通夜だ。姫様、助けて。神さんを助けてください。ジョン、お願いだ。話を聞いてくれ。同じ失業者のよしみで頼むよ。一生のお願いだ。神さんがまだ下町にいるんだ。たたりが消えたと思ったら、今度は怪物どもがドラゴン市場に現れたんじゃ。下町のあたりは今どこを見ても奴らがいる。わしら下町の住人は行き場がないんだ。家にも帰れない。ファンファンはきっと助かるぞ。ジョンがいてくれるんだから。頼りになるぜ、ジョンは。イザベルとは大違いじゃ。あいつは貧乏人のことなんてお構いなしだ。イザベルは塞ぎ込んじゃってる。そんなこと言うなよ、おい。姫様どうなったんだよ、アルバは。寝たきりとか？寝たきりとかだったらまだ、なんとかなる？すべて俺のせいだと思うか？違う。マザーの命令がないことには俺も動けないんだ。それで、そのマザーというのが？サンなの？ソロモンなんか電気椅子に座らせられる？そうだ、間違いない。とはいえまだ完成してないみたいだ。種が日差しに当たってないのか、あるいは未来に関する記憶がもう。未来？実在する場所ってこと？未来っていう名前の駅がね、最果てにあるらしい。もちろん実在するさ。待てよ、お前行くつもりなのか。生身の人間はいけないぞ。生身じゃなければお前のその匂い、工場の匂いだな。お前まさか。私にはマザーはいない。知ってるのか？お前何者だ？イザベルは何か知ってるの？ゼニアの2階に閉じ込められてるのか？イザベルじゃない、ソロモン。いや、ショックなんですけど。お通夜だよ、もう。姫様、こっちに任せてくれ。え、姫様、まだいる？え、ちょ、待ってくれ、マジで。部屋にいる？死んでないの？なんとかなる、まだ。たたりのワクチン開発すればなんとかなる？姫様、寝てる？あ、いる。え、死んでない？まだ大丈夫ってこと？寝かしてあるもんね。なんとかなるかな。怖えな。でもずっとなんか怖い感じでやらなきゃいけないじゃん。めっちゃテンション下がってる。さっきまで楽しいってたのに。もうやだよ。グリーンバーグの時もだったけどさ。まだ間に合うの？今日は急いでるね、ちょん。まさかモンスターがカムバックしたのか？恐ろしい。間に合うんすかね。材料買わしてくれよ、もう。タコ。物悲しいってもう全てが。でも生きてるってことはたたりには触れてないってことなのかな。この文章読んだ。はい、記録しました。なんか新しい情報ないか。裏切りと欺瞞、我々は彼女を信頼していた。騎士の称号まで与えたほどだ。それなのに我々を裏切るとは。誰のこと言ってる？誰のこと言ってんだ、おい。聞いたか？もうドラゴン市場には行けないらしいぞ。何があったんだよ。たたりが去った後、怪物だらけになったらしい。リーのとこの奴らが戦ってるが。ひでえな。しかも、それだけじゃないんだ。姫が倒れたらしい。嘘だろ。まずいな。他にも何かあるかもしれない。どこかに隠れた方がいいかもしれないな。騎士の称号。ロケットナイトって言ったよね。多分イザベルのことじゃないかな。姫を、守る騎士。刀持ってたし、イザベル。下町に怪物？ああ、話は聞いてる。とても凶暴らしい。姫様のおじいさんがあそこに封印したみたいだ。おじいさんが？エクスペンタブルでしたよ、クマは。ここ来るの久々だな。見てわかるだろ？僕は愛想がない。会話一緒だな。クイックストック弾薬パック SOS。 テントで倒れてしまった時の助けアイテム。そんなあるんだ。フレームアップグレード、銃のアップグレード、
バンバン銃アップグレード、爆弾アップグレード、弾薬ケース、爆弾ケース、とりあえずこれだな。銃のアップグレード、バンバン銃が強化されたぞ、イエーイ。ふう、色変わった、これ銃。バンバン銃アップグレード、威力が増大した、2回強化したぞ。んでパーツは8個だから2回強化できるな。ファイヤーを強化するか、爆弾の強化をするか、まあ、ファイヤーにするかな。ファイヤーで敵と戦ってないけど、いや、爆弾ケース、爆弾ケースもやっとくか。爆弾ケース拡張、イエーイ。爆弾ケースが、これで爆弾が20個持ってるかな。で弾薬ケースもやっときたいね。弾薬ももっと持ちたい。30個しか持てない今。これで40個持てるかな、弾薬。40か45。45だったら嬉しい。15増えたら嬉しいが。おお、15増えてる、すげえ。ってことは次で60か。弾薬ケース拡張。なるほどね。レア素材がいるんだ。次の強化は。フレームアップしとこうかな。いや、爆弾。フレームかな。一気にアップしたな。イェーイ。なんか緑になった。黄色から緑になったぞ。フレームセプター。火炎放射器ね。よしよし。ホクホクだぜ。下町に行くか。ドラゴン市場か。お、いっぱいいる。傷は深いか。だ、大丈夫です。まだ行けます。ダム兄弟、動くな。あとは他の者に任せろ。優しい。ジョン、彼女は、いや、今はこちらが優先だな。姫のこと？ボス、敵が多すぎる。下町の入り口にすら近づけません。嘘だろ。ファンファンがまだ中にいるのに。ジョン、やれるか。いきます。これを持っていけ。俺には、これくらいしかできない。おお、体力全回復、弾薬、爆弾、完全補充、ありがとう。ゾンビだらけやん。でもあのゾンビ、攻撃しなければ襲ってこないゾンビやぞ。下は何もない？何もないでーす。マップ使用できない。こいつら襲ってこないぜ。言っとくけど。俺が攻撃しなければ、こちらから攻撃しなければこいつら襲ってこないんだぜ。知ってた？あれ？倒さなあかんこれ。どっから行くんだっけ？倒さなあかんっぽいな。マジか。倒さなあかんの？マジ？一体いつ？ほら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 。一体、お？おい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 、一体壊したら全員なるんかい。おい、よし、おい、いて、おい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 、いた、ダメだ、おいおい、いて、痛いよ、痛い。あ、ちょっと待ってくださーい。ちょっと待ってくださーい。もう回復しようと思ったのにボタンが間に合わんかった。もうやり直します。あとお前だけ。ふう、おいおい、こんなもんよ、バカめ。こんなもんよ、やられたぜマジで。全員追い出しました。そうか、あとは任せたぞ。ただし深入りは禁物だ。じいさんはいつもダムには何かがいると言ってた。たたりで奴が目覚めなければいいが。封印した奴、了解でさ。お前たちついてこい。ダムには何かいるってさ。もう暗いこれ。ファンファン。ファンファン無事？どうして泣いてるのよ。もう二度と会えないかと思った。
どうして何も言わずに帰っちゃったんだよ。ああ、そのことね。明日はあんたの誕生日でしょ？なのに、あんたの潤滑油を家に忘れてきちゃったの。だから取りに戻ってて。もう、ファンファン。ほら、泣かないでよ。みっともないんだから。もう、無事でよかったけども。今回のダメージは大きすぎる。ドラゴン市場もどうやら終わりだな。幸いにもダムだけは守ることができた。俺の運もどうやら。ここまで？ドラゴン市場も開催できないの？楽しかったのに。サンちゃん寝たっきりになってる？大丈夫？スースー寝てる？ちょっとイザベルダメだよ。やらないの？誰だ？あ、マザーだ。サンちゃんのなんかもう一つの人格みたいな。刀を握りしめてるじゃない？振り下ろせばいいだけよ。そうすれば敵討ちができる。サン、やっぱりできない？うん、人間って軟弱な生き物ね。お前は彼女じゃない。何者なの？私は彼女よ。そうと分かれば手が動くかしら？無理？あなたはただの人間だものね。敵討ち。え、でもまだ死んでないんでしょ？なら残る道はただ一つね。未来。あれか、アルバを直すために未来の駅に向かう？みんなで未来に行けばアルバを救える的な。サンちゃんおはよう。よう寝たね。よう寝たね。テレビついたよ。テレビつかなくなった。救いたいけどな。ここだった、イベント。アルバ、アルバ大丈夫？湯が沸騰しとる。大変な時のように寝ちゃった。ジョアはもう出かけたみたい。でも私の力が必要なはずだ。ヨハ作りたいな。ジョアまだここにいるか。そうか、彼女はまだ目覚めないのか。あの時彼女を助けなかった俺を悪女だと思ってるんだろう。彼女助けなかった？どういうこと？もしやり直せたとしても同じことをすると思う。アルバもきっと同じだろう。助けようと思えば助けれたってこと？リーはアルバを。ひどい、市場がボロボロになってるよ。ジョン、ああ、サンも来たのか。昨日のことは感謝する。話せ、邪魔すんな。お、マング？ボス、マングが中に入ろうとしています。中に入れてやりますか？せわしいな、マング。怪物を始末しないと工事は始められないだろう。たわごとに付き合ってる暇はねえ。なんでこれ？やからどもが中にいるんだ。やからでいいのかこれ。人弁に卒って何でしたっけ。見せるわけにはいかねえ。やからって言うか、せがれどもか。戻れ。マング、あの二人のことになると他に何も考えられなくなるようだな。リー、私とジョンに行かせて。いつもお前たちに頼んでいる気がするな。よし、気をつけていけよ。
あんなことの後でもう誰も失いたくはない。せがれでよかったね。せがれいじりだ。二人とも気をつけろよ。あれだけのことがあったんだ。もう犠牲者を出すわけにはいかん。せがれいじりです。ダムに潜む、ま、怪物の言い伝えが本当だったなんて。この中に怪物いんの？もう怒涛の展開やな。怒涛の展開や。こっち前行けなかったよ。切り替えできないのか。どっちからでも来れるっていうことだね。右でも左でも。せがれいじりね。体験版だけやったことあるんだけどね。お、フライパン持てるってことは。広い。広いやー。いた。ほらほらほら。音ないんだけど。いて。これ音ないのは正常なのかな。お、マング、おーい、誰か助けて、溺れちまう。何してるのマング。助けてくれ、ジョン、サクサンサク。マング、足を伸ばしたら私でも立てるよ。ロボットだから水あんまダメなのでは。また救われたな。また救われたな。走馬灯が浮きったぜ。あの二人、宝探しに行くとか抜かしてたんだ。もうダムの奥にたどり着いてる頃だ。ジョン、正真正銘最後の頼みだ。うちのセガルドも助けてやってくれ。はーい。もう、アム、音が復活した。こっちの下行けないか。でも気持ちが落ち込むな。気持ちが落ち込むな。あるわー。未来に行けば治る。いっぱいいんだって。ほら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 。おい。おい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 、痛い。よし。トン。開けます。プレス2でね。プレス1で出てるし、プレス2でも出てるんだっけ、セガレイジに。え、こいつ硬い。いて、もう突進してくんな、おい。突進してくんなよな。うん。うん。うい。え。敵？うわぁ。おい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 、やべえ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 。サンちゃん、サンちゃんが捕らわれた。いて。ほらほら、よし、やばかった。ほらお前だ。はい、サンちゃんが触手で。オッケー。なんかせがれっていうね、なんだろう、矢印、顔が矢印のね。あれ誰のせがれなんだっけ。神様のせがれ、あれかも。ジャンルは違うけど、なんかニュアンス的には塊魂の神様の息子みたいな、そんな感じが適当なのかな。せがれが頑張るみたいな。せがれがなんかいろんなことして頑張るみたいな、頑張るみたいな。抽象的だね。でもどうするんだこれ。ん？ああ、これはこの場、あ、この爆弾かな。痛い。火炎放射器で爆発してしまった。オッケー、よし、行って料理食べよう。さんちゃん料理食べよう。どうしようか、これにするか。肉ちまき、いただきます。オッケー。矢印に体がついて走り回ってるイメージ。下ネタ多めのゲームだった。下ネタらしいです。下ネタらしいです。俺も体験版しかしてないから分かんないんですよね。昔配布された体験版、お前配布された体験版やってましたね。ディスクでもらうやつ。
おいおいおい、あー、いて、サンちゃんを背中から狙うな。もうほらバカが、うん、どこまで行ったんだ二人。おい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 、おまおまモンストか、あいつらを全滅させなきゃいけないゲームじゃないからな。おい、爆発させますと。まあ、暗いよ今の爆弾は。よし、トマトゲット。隠し扉ないんですかね。ピコンピコンは効かないな。子供喜ぶ下ネタ多かった。うんちとか、うんちとか、子供向けのゲームなんだ。それはありがたいね。わかんない、トマトもうマックス所持してるかわからん。9個しか持てないからね。いて、これ跳ね返ってぶつけようという魂胆だ、ね、よし、死がないかを確認しながら。これ他の階層もあんのかな。他の階層だったらもっと広いよね。なければもうここしかないけど、見えてる範囲でおしまいだが。んー、そこに行かなきゃダメ。こっちは行けない、こっちも行けない。ここ、これはとりあえず違う、サンちゃん、ここはサンちゃん専用だから通れないんだよね。あれれ、これは飛ばせってことか。斜めにポン。降りれるんだったらサンちゃん合流できるのでは。二人、よし、オッケー、宝屋。ん、これか、いけ。おお、なるほど、すげえ遠くまで届くな。マジか。オッケー、ジョンと合流だこれで。なるほどね、上はもういいか。よし、なるほど、あの爆弾の汎用性すごいな。はい合流、こういうことね。うい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 、いけ、おいおいおい、よし、うん、うーやい、こいつ、はい背中から、下行けないよね、うん、下行けないからこっちだって。やべ、巨大化した、どうしよう。うい、うい、やばい、サンちゃん、サンちゃん、サンちゃんをやめろ、離せ、サンちゃん離せ、もうサンちゃんたびたび誘拐されるな。うい、お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 い、巨大化する前に、あ、サンちゃんが囚われた、サンちゃんが囚われたサンちゃんを囚うなっておかしい。囚われのサンちゃんになってる、うん、こっちは行き、やべえ、あのでかいの復活するやん。クソ、右上行かなくなかった、クソ、右は絶対なんかある。
わあ、めっちゃでかくならないでーって。クライクスの。オッケー。ふぅ、来ないね。お、宝。これは引っ張れるやつ。おお、こんなところにお宝が。よし、完璧です。おい、やばい、こいつ突っ込んでくる。こいつやめとけ。よし、下からの上だね。事前にルート確認しとかないとわからなくて。やべ、何やした今。痛い痛い、後ろからサンチャサンチャ。くそ、波状攻撃よ。なんか潜ってる地下に。お宝見つけた時のねテンションの上がり声が半端ないです。やばい。おほほほ、よし、お宝150円。下はいけないから右だね。マップに乗ってないからね、絶対に取り逃さないようにしないと。トマト、トマトも多分最大数持ってるよな。おいおいおい、落下、着地攻撃、ハゲて見えてっからね。ういうい、かわいそう、かわいそう。こいつらはサンちゃんで包んでいて、こいつら別に美味しくないから包んでおしまいです。なんだ、うわ、虫が潜んでる。虫は潜むな。やべえ、地味にダメージ受けてる。上級パンツありがてえ。なんか今日寒い、こっちもちょっとね暑いかも。暑い、まあ、俺は喋ってるからね、喋りながらゲームしてるからかもだけど、暑い暑いからちょっと扇風機つけてる。エアコンはもう切りました。昨日暖房32度やったからね。32度、待ってね、あれやっとくか。どれだ、ソニックボーイだ。やめろ、頭上に。で、爆弾と。お、怖。サンちゃん逃げろ、危ねえぞー。え、これやばくない？待て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 、危ねえ危ねえ、料理食べないと。どうしよう、これだな。いや、あれはボス戦用じゃないのか、まあ、食べるかも。食べて、また作ればいい。カキ現金だぞ、カキ現金、カキ現金しないと俺たちが爆発で死ぬ。出てこい、今攻撃力上がってっから。おい、ふう、怖かった。うん、よし、じゃあやりますか。ポン、違う、ポン、ほら爆発しろ。あれ、そうでもないな、そうでもないねそうでもないね、全然なんか全部に誘爆すると思ったのに、そんなことないの。え、いた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 、ほら、なんか全然誘爆しないんだったら壊しよかったな。なんだよ、な、誘爆してそのダメージで死んでしまうのかなと思ったから、だいぶあれなのに、手心加えてやったのに。やり場なんだ、ここにいんのか。まだ作ってない料理はありますか。ダメだ、餃子だ。
シーフード、串焼き、フィッシュ、結構ね総当たりできるからいいんだよね。お、魚タコクラブアップルで未知のレシピ、胡椒、いいぞ。またあやべ、また出た、あーくそー、あいいや、2個揃った、よし。蒸し魚、うまそう。ダム上の食通に人気、果物の風味が染み込んだ魚と肉のうまみを吸い込んだ果実のマリアージュだ。この曲いいよね、チャッカポコチャッカポコ。よし、そしてアップル、レモン、パイン、お、リンゴ、レモン、パイナップルで未知の食材が、よし、あ、あ、あと1個で揃うのに。チャッカポコ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 、ほらうわーすごい、そのまんまのパイナップルが踊ってる。葉っぱも食うんか、葉っぱも、葉っぱも食えるんか、あれ。フルーツパイ、薄い層からなる生地とジューシーな果物、これ以上に最高の組み合わせなんてある？ないです、存じ上げません。よし、セーブします。食われへんと思うけど、風はたたりを吹き飛ばしてくれるが心のモヤを晴らすことはできない。はーい、風神をバカにしてんのか、風神を。ないね、あと52秒間攻撃力アップしてるから今のうちにどうにか。来るぞ、やつが来る、見つかっちまった、終わった、俺たちはもうダメだ。どうしたんだおい、悪かった親父、ちゃんと言うことを聞いとくんだった、会社をバックれなきゃよかった。会社バックれたんかい。ゴーアンダー見つけた、イベントでした。お、ジョンの兄貴、兄貴見ろ、でも右に行ったら多分ボスいるんじゃない、ジョンの兄貴だ、ジョンの兄貴、お、俺たちを助けに、お前たちほんとろくなことせんな。これで3回目ぐらいだぞ。今の話に嘘偽りはねえんだ。あ、マング、親父。もう一度聞くぞ。今の話に偽りはねえんだ。それは、もちろんだ。ブラザー建設に戻りて、バックれたのが間違いだった。そうだろう、兄貴。ああ、その通りだ。今日からゴーアンと俺はどこまでもついていくぜ。へっ、随分と調子のいいこと言うな。本当に戻りてってんなら死ぬ気で働いてもらうぜ。まずは荷運びからだ。あれきついんだよな。任せてくれ、親父。よし、ならついてこい。たたりが悪化しようもんなら、到底終わらねえくらいの仕事量になるぞ。うん、やばい、マザーが。あわらね。死が迫ってるというのに懸命にもがく、月夜のお酒だけを楽しみに。またあなた、あなたたちを邪魔しないで。彼らの邪魔なんてしないわ。ただ彼らはこの世界に屈してないだけ。私も返してよ、あなたと一緒にいたくない。それはできないわ。自分の力で戻れるのに覚えてないの？そう思い出すのよ、生命の始まりと終わり、そして新たな始まりを。逃げることはできない、あなたの宿命だから。私たちの目的を思い出して、千年もの間ずっと繰り返してきたこと。千年？千年って何？みんなそっち行っちゃダメ、怪物がいるよ。サンちゃんも行っちゃダメ。ちょ、サンちゃんなんで行くの？おい、俺を置いてちゃダメでしょ。戻ってきて。サンちゃん何してんの？あ、そんなに私に会いたいの？何者なの？正体教えて。知ってるはずよ、思い出しさえすればいいの。その心に光が残ってるなら。この感じ懐かしいわ。あなたがかつて守った世界、美しい場所、なんて呼んでいたのだっけ。ああそう、イーストワード。私たちはそこでずっとカロンの到着を待っていた。
その時よ、面倒な老人たちが新たを連れ去ったのは、老人たち、イーストワードだってタイトル回収。カロン、何の話をしてるの？いずれわかるわ。ちょっと、いで、なに？ちょっと、バトルが始まったって。あ、痛い、やだ、やだ。勝てないよ、こんなの。勝てない、ずるいよ、ずるい、はい、ずるいよ。いじめられてるわ。闇が新たな心を掴んでしまったみたいね。あれは私じゃない。言ってる意味がわかんないよ。私は3だもん。本当に？じゃあ、あの古い社は？丸飲みにされた山の上の村は？山の上の村は？それからもうすぐいなくなる、あなたの友達は？ジョンのこと？あなただったのね。たたりを呼んだのは、あなたね。私よ。それはつまり、あなたということ。うん。エネルギーバーブルを強化する。バチン！いけ！おれ！どうしたんだことしたの？強くなった。いずれわかるわ。もっと強化できたかもしれんが、中途半端の状態で撃っちゃった俺もしかして。怪物？ジョーン、いつまでジョーンいないの？まだ時止まってんのか、ジョーン。たまに時止めるのやめて。何？逃げるの？何？逃げゲー始まった？逃げゲー始まっ、やばい。何？やばい。うわ、やべえの来た。やべえの来たって。やべえの来てるって、やべえ。コントローラーが、手が滑る。うえ、あぶれ。ちょっと、右に進めばいいんだよね。右に。突進してきたらかわすんだよね。うぅー、いてぇくそ、普通に食われたやろ、今。なにこいつ、全体像、なにこれ、みんな。ナマズ、見えない、豚っ腹だよ。犬か、ピクミン4のラスボスみたいな。犬か、ちょっと。自分で食われに行ってしまう。とりあえず、車線をね、こう、まっすぐにしといて、上にずれれば、いける。ほら、ね。簡単よ。上下どっち、怖い。上下どっち、待って、戦うのか、これもしかして。待って。痛い。戦うのか。やばい、違うのか？これか、最大ため？あ、最大ためにならなきゃダメなんだ。ごめんなさい、最大ためでした。ごめんなさい。最大ためだった。最大ためをやんなきゃ、ノーダメージだ、あいつ。何？怖い。最大ためじゃなかったんだ、あれまだ。ダメです。これだ、これじゃなきゃダメ。うい、最大ためです。左下のゲージがエラーになるまでためなきゃいけないんだ、これ。うわー、ごめんなさい、すげー手間取ったけど、まあ動画ではカットしてるからいいでしょう。動画ではカットしてるから便利だな、動画って。2段階3段階までためなきゃいけない。いて、もう気づくまでめっちゃ時間かかったよ。とりあえず一回避けて、で戻ってくるまでの間に食べます。うい、2段階3段階、サンちゃんいけー。よーし、もうまあいいよ、勝てるんだったら。よし、勝てる、これは勝てるぞ。だからもうひたすら今貯めるために逃げてます。左下のゲージが 100% までいったら OK。 今からじゃ間に合わないので、おお OK。 2段階3段階 OK。 おい、サンちゃんいけ。右から来んのか、下から来んのか、どこから来んだ。上だ、おれー、うまい。
ふう、余裕ですわね。後で動画にするための特権だぜこれが。おお、いや、最大いく、最大いった、いけー、まだか。ふう、しぶといぜ、いいね、2段階、3段階、いけー、まだか、立てない、たたりが邪魔だよこれ、くそ、たたりを払えない、やめろ、あ、やめろ、痛い痛い痛い、間違えた、いけー、1、2段階目、3段階くれー、お、やっとだやっとだ、うーん、強かった、最大痛め、ふわ、あー、パターンくらいらしい、おこたんです、いやー、強敵だった、お、エネルギーの上限がアップした、サンちゃんのカツラサンちゃんのカツラです、 100% から 200% まで貯めれるぞ、サンちゃん、トレア期間には終わりません、買います、無理です、今5章です、5678、やっと半分、サンちゃん、ジョン何してたの、まあでもこいつ相手にはジョンでは何もできないから、コアラ抱っこ、ふぅ、サンちゃんいろんなこと知ってしまったのでは、また記憶失ったりしない、サンちゃん、グリーンバーグの記憶まるまる失ってるからな、物悲しい雨だ、そうだね、だいぶ物語の核心に近づいてきたかもしれない、サンちゃん顔色が悪いって、寝かさないと、うめえもん食って寝ないと、サンちゃんやつれとるって、今日はサンちゃんのもろもろの事情知ってるんですかね、いやジョンもなんか知らないところはあるね、グリーンバーグ1個前の村でね、村の記憶失ったのは知ってるけど、ジョン、サンちゃんが教えてくれる、私は大丈夫だから下ろしていいよ、やだ、おんぶしたい、リーダー、うん、どうした、アルバは上には誰もいませんぜ親分、え、アルバは、え、待って、イザベルが連れてったアルバ、こっちも無人です、格納庫から飛び出したロケットは、アルバ連れてったんじゃないか、外してくれ、イザベルがアルバを連れて行ったのでは、未来という駅に行ったのでは、アルバを直すために、リー、まったくこのところ不運続きだ、あいつらはもう行ったよ、アルバのことまだ覚えてるよ、ジジイがイザベルを連れて帰ってきた日を、あいつは俺の犬を真っ二つにしたんだイザベル犬真っ二つに、ダメじゃん、アルバに近づこうとしたってだけでな、みんなで埋葬したよ、アルバはひどく悲しんだが泣かなかった、むしろ手を尽くしてイザベルを慰めた、ナイトだから危害を加えると思ったアルバに、もちろんイザベルも謝罪した、あれ以来いろんな人間に謝罪されたが、あの時のイザベルほど誠意を持って謝ったやつは一人としていない、イザベルもあれから二度と暴走したことはなかった、
アルバがイザベルの鎖になってたんだ。猛獣の口かせみたいなもんだ。だがその口かせがついに壊れちまった。私その何？一歩前出たけど。俺はジジイと約束した。アルバとこの町は俺が守ると。一つ目の約束は守れなかった。だが二つ目の約束だけは何としても守る。町守ってくれる？じゃあ俺たちも追いかけるか。じゃあイザベルを。もうこの町にいてもな、悲しいだけだしな。ナイトの出奔というトロフィーゲットです。現在の状況セーブ。はい。続きからもうちょい進めようか。悲しいよ、もう雷がみんな行っちゃった。また二人だけだね。でもあれだぞ、アルバもイザベラもイザベルもいなくなったから、ここは俺たちの家だぞ。個人個人の部屋ができたな。空気読めない。サンちゃん一人部屋に、この部屋使わせてもらったら一人部屋だぞ。サンちゃん夢の部屋も広いし、の鳥思い出したんだ。昔のこと、ジョンが私を見つけた時のこと。サンちゃんもね、地下にいたからね。それからグリーンバーグ、グリーンバーグのこと思い出したの。サンちゃんグリーンバーグね、町が滅びて、サンちゃんその記憶全部失ってたんですけど、思い出しちゃった。グリーンバーグもいい村だったな、マジで。みんないい人だったし。だから私決めた。私、未来に行くよ。すべては未来で始まって、未来で終わる。だから私がそこへ行って、決着をつける。手伝ってくれるよね、ジョン。まずは未来に行く方法を探さなきゃ。未来に行くんだ。未来という駅は本当にあるの？でもね、イザベルもそこを目指してるからね、ロケットで。即着くのでは？ロケットだったら即着くのでは？サンちゃん強いね。俺は未だに気持ちが収まってないよ。研究所。アルバはずっとたたりの研究をしてた。研究所に何か手がかりがあるかも。マジ？本当に？サンちゃん鋭い。偉いぞ、サンちゃん。あるかな？どのぐらいの距離なんだろうね。ロケットで行ったからな。ロケットどんぐらいの速度出るのかわかんないけど。燃料あるのか？あ、入力信号受信圏外、入力信号受信圏外。あー、ソニックボーイがソニックボーイさんが、アルバがね、遠隔操作してたからね。サンちゃんはそれを知らずに、ソニックボーイさん、アルバ隊員応答せよ、アルバ隊員応答せよ。ソニックボーイが信号消失、自動モード起動。ソニックボーイ、ヘルプボットがお手伝いします。デバイス名を入力してください。ソニックボーイ、入力完了。デバイス名が変更されました。新しいデバイス名、ソニックボーイ。コマンドを入力してください。アルバを探す。アルバを検索。見つかりませんでした。最後の信号位置、東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 ？ダム城の東へは通行に注意が必要です。唯一の通行手段は大鉄道です。未確認情報によると、大陸の東の果てには、不死の町、未来があります。マップ情報が不足、情報の提供を終了します。コマンド入力。イザベルを探す。イザベルを検索。見つかりませんでした。最後の信号位置。東、東、東。一緒か。まあ一緒にいるもんな。ソニックボーイ。ソニックボーイ置いていく？連れていく？いや、悲しいな。いや、マジで悲しいんだけど、俺。この世の終わりぐらいまだ悲しいんだけど、俺。
大丈夫かな、俺もうゲームとリンクしてるからもうダメだ。俺は死ぬ、わからんが悲しみで死ぬ、あと不眠で死ぬ。もう暗いな、もう街がずっと暗い。ジョニー君とサミシ、これからはミス・ユーになるね。また会える日をウィッシングしてるよ。ウィッシング作ってほしいな。たたりのせいで思うように仕入れができなくてね。欲しいものがあるといいんだけど。カニなくなったな、ついに。カニがなくなった、フリッキーで。ごめんなさい。困難に立ち向かうなら、まずは腹ごしらえが大事だぞ。はーい。わかりました。テンションが上がらない。逃亡を許すな。勇敢かつ高潔であるはずの騎士が我々を見捨てたばかりか。アルバ姫まで連れ去ってしまった。これは事実だ。我々は激怒している。このような暴挙を許してはならない。追いつけねえだろう、でもロケットだぞ。やっぱ騎士はね、イザベルだったね。はあ、町を離れんのか。町も離れんのか。地下鉄もね。一つ行ってない遺跡あるんだけどな。金持ちが雨に濡れてるのはスカッとするな。雨がっぱが欲しい？どんだけ積まれてもやんねえよ。もう。最後にこの町見とくか。ね、雨降って余計悲しいや。一文なしになっちまった。お前はそれはギャンブルのせいだろ。ギャンブルのせいだ、それは。同情はせん。お前はただギャンブルで負けただけだ。こっちか。あいつのはただのギャンブル。ふぅ。悲しい出発だな。壮大だよな。来た時はワクワクしてたのにな。すげえ街だ。たたりにも負けない街だって、うん、やばいね、話しかけたら。まずセーブするか。君という存在は時の中に貼られた雲の糸だ。記憶は虫のようにその糸に、その巣に引っかかる。だが時として記憶が音もなく巣をすり抜けることがある。それが忘却と呼ばれる現象だ。いろんなことを忘れてるぜ、俺は。大事なことを忘れてるぜ。未来までの瓶？そんなものがあるわけないだろ。とは言ったものの、数日前に一本東へ向かう列車が来た。もう行ってしまったけどね。次の瓶はいつ来るの？私にはわからない。明日かもしれないし、来年かもしれない。もし線路の上を走る手段があったら、そういえば、そんな車両をどこかで見た気がする。え？どこで？線路の上を走れる車両があればいいんだがな。どうすれば？列車を待たないということ？ウィリアムとダニエルがなんか作ってたけど、ウィリアムもういないのかな、ここ。ウィリアムもう行っちゃったのかな。だいぶ会ってないけど。うん。おお、そこなんだ。ファストトラベロー。田山商店。はい。飛びます。ウィリアムいんのか。この雨いつになったらやむんだろう。うんざりだよ、この雨のせいで。何もできない。くっそー、大地の子で遊びたいのに。田山のばあちゃん、機械を店の中に移してよ。ま、生意気だね。私の力じゃ動かせないよ。骨が小枝みたいに折れちまう。小枝みたいに。
それはもうコツと少々では。そんなに遊びたいなら機械ごと買っておいき、そんなお金があればお店に来て遊ぶと思う？このムカつく雨やみそうにないぞ。あ、サンダ、お姫様が逃げたって聞いたぞ。本当か？何を言うんだ。お姫様は立派な人なんだぞ。イザベルの仕業だよ。アルバを連れて未来に行ったの。未来ってあの未来か？そう、あの町だよ。あんなの昔話だと思ってた。でもイザベルがそこに行くって言うなら本当にある場所なのかも。本当にある場所だよ。え、ばあちゃん知ってるの？あれ、田山ばあちゃん何か知ってるの？どうすれば未来に行けるか知ってる？うん、私がそんなこと知るわけないだろ。でもね、町が実在するのは知ってるよ。お姫様のおじいさんはそこの出身らしいんだ。へえ。アルバのおじいさんが未来出身？俺も未来出身って言いてえな。いるんだ、ウィリアム、まだ。準備はいいかい？に、荷物は全部列車に積んだよ。列車あんのかい？いよいよだな。いい街だったな。思い出に残るだろう。じゃあもう少し。ダメだ。私の計算が確かなら、やつらはもうすぐ到着する。やつら。さん、大丈夫？ダニエル、レディーに悲しい思いをさせているぞ。君たちは何か用があって来たんだろう？未来だと？面白いことを言うね。とんでもない場所だよ。旅費も高くつきそうだ。でもウィリアム、僕たちも、ボッシェ行きたいんだろ、未来に。お前たちも知ってるぞ、俺は。君たちと出会ってから考えてるんだ。運命というものは妙なものだとね。実は私たちも東に向かう歌だ。君のように大柄で根気のある男がいてくれたら、私たちにとっても損はない。喜んで席を用意しよう。おお、いいんだ。どうだ、お互いにとって悪くないことだろう。決心したらいつでも来てくれ。一個ね、行ってないダンジョンがあるんだけど、行けんのかな。ちょっと行けるかだけ試してきます。サンちゃんの能力を強化できそうなダンジョンがあるんだよね。みんないるな。お、悪いな、ジョン。だが親分の言いつけなんだ。今は誰一人町から出せねえ。じゃあダメだ、もう取れねえや町から出せないんだったらもう取れないや。サンちゃんの能力、ドラゴン市場は完全に終わりだ。これからどうすればいいんだ。俺はゼニアよりここにいる方が気に入ってる。ダム城で一番重要な出入り口だからな。ダメでしたわ。ダメだったよ、ウィリアム。行こう。お二人さん、用意はいいかい？出発しよう。素晴らしい。それでは、駅で落ち合おう。はーい。一緒に行けばいいのに。いや、一緒に行くのか、もう。はぁ、荷物をね、揃えて。あ、ソニックボーイも一緒に行く？アルバが元気になったらまたソニックボーイが覚醒するぞ。いやー、マジで悲しい。ずっと悲しい、俺。ダメだ。感情移入しまくってる、俺、このゲーム。このゲームが生活の一部になってる。もう。どのゲームより頻繁にやってるからね。へへへ、やばいでしょ。あー、離れるのか、ここ。やだよ。くそ、楽しく暮らしてたのに。俺たちは引きずってる、ずっと。俺ずっと楽しかった、まあ、今も楽しいんだけど。いや、マジでグリーンバーグの時からしんどかったもん、正直。グリーンバーグの人みんな優しいからさ。みんないい人しかいないのに。
一瞬で崩壊したし、だって俺たちが行く街行く街で、行く街行く街が全部たたりに飲み込まれていく。あんなに明るかったのに。いやマジでね、なんだろう、登場人物モブキャラ一人一人がもう全員違う風貌してるし、一人一人に名前ついてるしね、もうなんか本当に感情移入がしてておかしくなる。感情がバグる。じゃおん、サーカスのみんなもいるよ。ビートルクイーンもいる。みんな大人のサーカス団もいるよ。やっぱり出発するんだな。大丈夫かお前たち、俺がいなくなっても町守れるか。俺だけだったぞ戦えるの。悲しい顔すんな。みんなで見送りに来たぜ。いやこの町も心配なんだよなこの町も心配なんだよ。全員みんな俺頼りだったでしょう。姫様もいないしね、アルバもいないし、イザベルもいないしね、最後に残った俺たちもいなくなったらもう自分たちで守れるかこの町。次たたり来たら跳ね返せるか。じゃん、昨日は本当に助かったぜ。お前たちももうしっかりしろよ本当に。何回もやらかして、まったくだ。あんたらが来てなきゃこいつら今頃怪物の胃袋の中だ。次はお前たちが守るんだぞ。みんなを、サーカス団にも、あ、感謝してもしきれない。勝手に文章送らないで。ありがとう。さあ、ジャクソンから話があるってさ。おい、俺だけかよ。みんなで一緒に言うんじゃないのか。臭すぎてみんなに笑われないかって心配してるんだよ。そんなわけで、サンとヒゲおじさん、ヒゲおじさん。俺が言いたかったのは、二人はみんなのヒーローだってこと。ヒーローだよ。おい、何か言えよ。ジャクソンは二人が行っちゃうのが寂しいんだってさ。絶対に帰ってこいよ。そんでまた大地の子やろうぜ。この町で大地の子やってないな。じゃーん。ジャスパーはどうするの。とうとうお別れの時ね。私よく考えたんだけど、ここに残るわ。ここが私の居場所。残るんだジャスパー。あれ、ビートルクイーンはどこ。さっきまでいたのに。おるやん左上に。アレさんどうぞ。東への道のりはとても危険よ。サーカス団でさえそんな危険な冒険は犯さないわ。ジャスパー残るんだって。決して抜け出せない霧があるって話だ。気をつけるんだぞ。残るのか。安全第一だ。これを受け取って、役に立つかもしれないし。みんなありがとう。もう逃げないってことですかね。最低 HP、 ありがとう。ビートルクイーンありがとう。これで HP が14。ふぅ、あ、晴れてきた。そのうちまた合流するかもしれない。来るかなジャスパー。まあでもジャスパーな、ここの町気に入ってそうだもんね。友達もできただろうし。ジャスパーとお別れか。出発するのか。いい、守れるかこの町。俺いなくて。未来、じいさんから聞いたことがある。東の果てにある凍りついた町だ。凍りついてんの。そこには空へ通じる高い塔があるらしい。マジ空行くの俺たち。ちょ待ってよ、壮大だよ。話が壮大すぎるって。道のりは楽ではないぞ。それだけで、それだけは断言できる。今ならまだ引き返せる。まさか私たちは諦めないよ。お前たちは他の奴らとは違うな。俺には想像できんほどの強さを持っている。よく言うように、逆転でも最後に勝てばそれでいいんだ。逆転、うん、まあ、セーブしとくか。うん、これも見てね。まあ一箇所につき冷蔵庫が言うセリフは一個なんで、
これはもう3回4回ぐらい見てるから、よし。いや、これでさよならだね。私は故郷に帰るんだ。旅人同士、一緒にいい思い出作りができたね。これをあげるよ。ここで最後に書いた絵だ。旅仲間へのお別れのプレゼントさ。パッ。おお、すごい。ひまわりの絵。うちの村にはこんな格言があるんだ。ひまわりじゃないか、あれは。葉っぱが黄色じゃなかった。遠くの友人こそ一番の宝。近くの友人はどうでもいいってこと？いつかうちの村に遊びに来てね。行きたいな。遊びに行きたいな。ふぅ、ジョン。この鉄の馬を見てくれ。私たちの乗り物だ。鉄夢って書いてる。アイアンカービン号だ。鋼鉄のボディに、ね、これ、若葉？100等分もの推進力。これぞ究極の乗り物。それに最高の運転手付きだ。ダニエル？最高は言い過ぎかもしれないけど。それでは出発しよう。長旅になるぞ。時間はたっぷりある。車内でゆっくり話してもしよう。はーい。できまーす。ファン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 。あー、別れだ。手振ってる。しっかりした別れも寂しいな。あー、さようならダム城。ダム城さようなら。寂しい、寂しいよ。ダムは日光を跳ね返し、水をたたえてじっとそびえている。サンたちが来た時と少しも変わっていない。彼女たちが去ってもやはり変わらないだろう。雨上がりの巣を修復するアリのように街中ではたくさんの黒い点がうごめいている。だが、馴染みある顔がいくつか見当たらない。残された人々の顔は正気がなく、感情が読み取れない。自分たちがあそこを去らなかったら、自分たちもあの中に紛れていたのだ。彼女たちがあそこを去らなかったら、彼女たちもあの中に紛れていたのだ。イザベルたち、ジョンたち。ふぅ。感情を揺さぶってくるな。おお、車内も変わってるね。やっぱり乗り物が違うから。結構広々としてんね。ソファーあるじゃん。今日はいい天気だな。旅立ちには最高の日だ。そんな顔しないでくれ。何も心配いらない。そんなに神経を張り詰めていたら未来に着く前に疲れ切ってしまうぞ。未来に行ったことあるの？いや、あの町については私もあまり知らない。でも噂通りなら大鉄道を東へ進めばたどり着くはずなんだ。ほら、もうダム城が見えなくなったよ。ダム城が。ダニエル、もう加速しなくていいよ。了解。ケチってるわけじゃない。そうそうと燃料切れになるのはごめんだからね。見知らぬ場所で足止めになるなんて嫌だろ。もう未来に直行なのこれ。他に駅はないの？まだ5章だよ。もう一度終わるかもだけど。夕暮れや。あ、サンちゃん寝た。サンちゃん寝た。それはそうと、ジョン。君に娘なんていたのかい？まさか、あの学校の先生と？学校の先生と？違うのか？じゃあ、キャサリンか？君に気があるようだったけど。それにしては、まあいいか。説明はしなくても結構。私たち大人はいろいろ抱えているもんだ。いろいろとね。ホットクロック島にダニエルがいるけど、いいのか、ダニエルは。ほっといて。ダニエルは、元気にしてるか？ダニエル、いじめられてたよ。親父はホラ吹きだって。そうなのか？本当に意志の強い子だ。私の息子じゃなかったら、もっと楽に生きられただろうにな。
まあこんな危険な旅に息子連れていけないよな。ポットクロックとどうなってんだろう、町長とかどうなってんだろうね。最初の町ね、あれ何、どうした、ジョーン外見て、すごく大きなキノコだよ。キノコ、キノコ雲、キノコ、うわキノコだ、ガチキノコだ。何これ、すげえロケーションだ。うわーすごく巨大だ、どうしてこんなに。ウィリアムも見たことないくらい。ダム城ならいい値段で売れそうだな。前方に霧が出てきたみたい、減速する。うん、そうしよう、安全に越したことはない。前に障害物とかあったらね、脱輪しちゃうもんね。これがなくなったらもうあれやぞ、暗い移動手段なくなるからね。無茶できんよな。プッチリしておはようございます。だが後ろのあれは何、後ろって何、これ起きてたよ。なんか後ろにいるんですけど、煽られてる、煽り運転、まずい。ダニエル加速だ、別の列車が追ってきてる。か加速、どこまで加速すんのこれ、レール1本しかないからこんなん無理やで、俺横にずれるとか無理やで、車みたいにどうすんだこれ。どっかでだって相手が走ってくる限りどっかで合流するやろ。向こうも早いよ、衝突しちゃう。まずいまずいまずい、ダニエルもっと早く、もう限界だよ。飛び降りるしかないこれ、ぶつかる。やめてくれ、俺たちの唯一の足やぞこれ。うわあっち煙出てるね、煙出てるってことは何、蒸気、みんな生きてるか、何が起きたの。今の列車アイアンカービン号だった、そっくり同じだったよ。本当に、きっと見間違いだ。アイアンカービン号は私が作った列車だ、このように2つとない、未来のとかじゃなくて。でも私見たよ、ジョンも見たよね。ね、燃料タンクが変だ、使ったはずの燃料が戻ってる。どういう意味だ、戻ってる、そのままの意味だよ。キノコを見た後から燃料が減ってないんだ、まるで走っていなかったみたいに。幻覚、そんなはずないだろう、窓の外を見ればわかる、大鉄道を走ってるじゃないか、燃料を使わずにこの速度なら大儲けできるぞ。どういうこと、またキノコじゃん、ループしてるこれ、ループものじゃないのかこれ。変だよ、ここはもう通り過ぎたはずなのに。はいはい、背の低いお子様たち、面白い話をしてやろう。君たちの言う通りなら、もうすぐ霧が出てくる頃だろう。霧だダニエル、嘘をつくことは教えてないはずだよ。で、本当に霧が出てるのか。おい、また追いかけてきた。でも形違くない、アイアンカービン号と。見て、来たよ、アイアンカービン号。違くない？フォルム。マスク加速だ。追いつかれるぞ。時計の巻き戻す音みたいな。戻った、また。くそ。列車が壊れたら修理費がバカにならない。燃料費もな。また元に戻ったよ。バカな。わかったぞ。鍵はあのアイアンカービン号だ。あれに追いつかれるとおかしなことが起きる。だからあれよりも早く走ればいい。どうすればいい？ずっと加速か？ダニエル、レバーをしっかり握れ。またあいつが現れたらエンジンの限界まで加速だ。了解。大丈夫？脱輪しない？もうほんとずーっとまっすぐなの？この列車、この車両。イザベル、またここか。
これロケットをぐるぐると同じところを霧と関係が。イザベルも囚われてる。アルバはここ走る以上どうやって受けるのね。水までもが死んでるみたい。あー、アルバ寝てる。じゃ列車のあれだよ、レールの上いたら引いちゃうぞこれ。大丈夫、すぐに着くから。でも囚われてるんでしょ、霧に。霧を払わないかんのかな。なるほどね。エラ落ちするな、頼む、進んでくれー。大丈夫か。大丈夫っぽい。よかったー、抜けたー。ループも抜けてくれー。信じられない、本物のアイアンカービン号は私たちだ。あの偽物がどうしてあそこまで速いんだ。未来のアイアンカービンだからじゃない。許せない、あの列車には追いつかせない。ダニエル、あれを使う時が来たぞ。あ、あれを。でもあれはまだ不安定だよ。お前は心配しすぎなんだ。それにあの列車を振り切らなければ私たちは一生ここに足止めさせられる。二人とも何かに捕まっててくれ。今から少しばかりスピードを出すぞ。マジ？ダニエル、準備は？高密度燃料、こう、充填完了。よし、あとはあいつを待つだけだ。霧が出てきたぞ。ダニエル、用意しろ。私の合図を待て。窓だ。もうすぐ。早く。見てほら、左のアイアンカービン号、明らかになんか設備が違うよね。来た、ダニエル、今だ。起動。もう来る前から加速しとけばいいのでは。いけーい、早い早い。いやでも相手も早い。お、すごいすごい。いやでも並走してる。もっと早くできないのか。追いつかれるぞ。無理だよ、もう限界まで加速してる。これ以上はパ爆発しちゃうよ。来たよ。くそ、まさかずっとここに閉じ込められてしまうのか。うわー、お、何ぶつかった。今までと違うぞ、戻ってないぞ。大丈夫。いたたたた、またか？また失敗したのか？何かにぶつかったみたい。何かって何さ？何だと？見て、あそこ、あそこに何かあるよ。ん？お、降りるのかい？衝撃でブレーキが壊れたみたい。確かスペアを持ってきてたはず。大丈夫？直せる？降ります。おお、なに、列車に、列車に突っ込んだ？話す。モンキーマザー。坊ちゃんが知ったら激怒するでしょ。ああ、嫌だ。絶対に激怒します。あなたたちは誰ですか？未来に行くの。でもね、変な列車のせいで前に進めないんだ。ああ、時間磁場のことですね。霧の中では時間の流れが乱れてるんです。十分な速度がなければ通り抜けられません。このウキウッドのように、ウキウッド列車にぶっ刺さってる。お、第6章24分の1の夢。何それ、24分の1の夢。24時間。ウキウッド、ここも囚われてるの。囚われている、誰もがそうです。違いますか。そうだ、助けが必要なら私の子たちが手を貸してくれるでしょう。前の車両にいます。私の子たち、彼らのこと。ええ、そうですね、彼らも私の子供です。残念ながらそこまで賢くはないですが、他の子たちは前方の車両で遊んでいます。いつも新しいものを作り出して遊んでいますよ。ロボットの子供、孤児ってことかな。
ママと呼んでください。みんなそう呼びます。わかった、ありがとうママ。ジョン、グリーンバーグのロボットに似てるね。確かにいたね、こんな子。あの子たちどこかで見ましたね。どこだったでしょう。あの子たちって俺たちのことか。テレビ見てる？ダメだ、話しかけられん。なんかテレビ見てるぞ。ミノムシみたいな格好してるみんな。でも十分な速度が出たから抜け出せたってことでいいんですかね、これは。うん、更衣室1。お、パドリーノ。ウキ、今のものすごい爆発はなんじゃ。腰が抜けるところじゃった。アクションシーンを撮っているのか。ウキ、ごめんなさい。こっちの列車があなたたちの列車にぶつかったの。ウキー、列車強盗か、素晴らしい。賢い娘じゃ。わしはプロデューサーだよな。プロデューサー？プロデューサー？そう、前は町長だったかな。ウキ、あいつが来てからわしらは映画制作の職人集団になったんじゃ。当然わしはプロデューサーに選ばれたが、時には演じることもやぶさかではない。ウキ、猿なの？娘さんどうじゃ？活動写真は好きかな？ウキ、好き。お気に入りは大地の子だよ。ウキ、大地の子と言ったのか？懐かしいタイトルじゃ。あれを撮っていた頃、わしはまだ若く不遜で自分を勘違いしておった。大地の子に出演したの？何の役？ロケット騎士？ロケットナイト？カリウド？それとも大魔法使い？おお、ウキー。わしに適した役はたった一つ。猿の役じゃ。ウキー。ってことは、もしかして、ロケットナイトのロケットがまだここにある？ロケット？そういえば、見たことがあるような。でも、道具車両で聞かんとわからんな。そうじゃ。若き映画ファンのお前たちは俳優業に興味はないかね。ウキー。俳優、頭こんがらがりそうな話だな。俳優、本物の映画に出るってこと？その通りじゃ。ウキー。最近人手が足りなくてな。言葉を話せるタイプの人間はなおさらじゃ。言葉を話せないタイプの人間がいるの？監督と話してみるんじゃ。わしの推薦といえばよい。監督ならわかるじゃろう、ロケットとやらも。ウキー。そうじゃ、これをやろう。若き映画ファンにプレゼントじゃ。何？パン、ウキウッド契約書を手に入れた。カッチンだこれ、映画のカッチンもらっていいのこれ。使うやろそれ。静かって書いてある。静かにしろって入る。ビブリオ、ウキウッド記録室へようこそ。ウキー、過去のウキウッド映画をすべて保管しています。映画見れんの？列車で何、映画撮りながら旅してるってこと？ん、おお、バレーのこいつまた壊れてる。ウキ、赤毛だ。アルクトのやつまた毛が生え変わる時期かよ。怖い。大地の子プレイできるぞ。あ、ガチャも引けるぞ。ガチャ引いとくか。でも1頭持ってんだよな、これ。どうすればいいんだ？引くか、とりあえず。ガチャに。これ1頭出たらあれが出るよね。あれ、おお、トークンが。ガチャです。20回も引けるけど、20回、1回1回引かなあかんから、なかなかなんだよな。1回回すと3頭。キノコ族、2回回すと2頭、3回回すと1頭が出ます。1回、ダメです。だから1回の時点でもう外れっていうのを確定している。マッドラット、まずい。カチョリカチョリ、おおえー、2頭だ。1頭出るとマジテンション上がるぜ。テンション上がるぜ。俺のな、iPad、 これもかぶってるかな。大体かぶってんだよね。これはさ、一等の景品変わった時に回さないと意味ないのかな。それが分かってないんだよね。一等の魔王みたいなの持ってんだよね。あれ。あれが出、あれしか出ないのかな。
これ調べるたびに商品変わったりせん？そんなことはないんだ。まあ今じゃなくていいかな。商品変わってるときにちょっと回してみようか。これで被ったらもったいないもんね、お金が。まあ、どうしようかな。まあ、とりあえずここも入っとくか。花剣、君たちは？猿だな。猿？猿じゃないよ。私たち人間だよ。ありえないな。こんなに体毛が少ないはずがない。人間なら私のように多毛なはずだ。しかし言葉を話せる猿か。珍しいな。もしかして野生種か？ともかくウキウトには何の用かな。未来に行く。未来に行く。私たち未来に行く途中なの。なんて認知能力が高いんだ。驚くべきことだ。とはいえ、所詮猿だな。いいかい？未来はただの伝説だ。存在しない。存在するよ。友達はもう言ってるもん。わかったわかった。猿に説明しても無駄だな。こいつムカつく。頑固で短気な動物だから。まったく。他の話も聞きたい。濃い霧を止めに。濃い霧で足止め。変な霧のせいで列車が先に進めないの。うむ、ウキウッドはもう何年も霧の中だ。あの列車のせいだ。列車が現れたらすぐに元の場所に戻されてしまう。私の計算が正しければ、あの列車より早く走る必要がある。俺たち、この列車すらもループに囚われてるんだって。嘘マジ？そうすれば霧から抜け出せるはずだ。だが、二人には無用の情報かな。我々人間にだって、そんなスピードを出せない。じゃあもう一生走り続けてんだ。一生終わらないぞ、じゃあ。観光です。君たちは特別だ。うむ。だが、猿はおとなしくテレビでも見ていればいい。猿はおとなしくテレビでも。見せてくれんの、テレビ。この世界は君たちにとって残酷すぎる。猿を舐めるなよ、あまり。猿じゃねえけど。もう。まあ、とりあえず、いや、でもこれ話長くなるよな。まあ、とりあえず、今回はこんぐらいで終わっとこうかな。これじゃね。これだ。バナナミルクがどこでも顔を出すことを除けば、猿たちの記憶にこれといった特徴はない。猿バナナミルク飲むんだ。で、これ残しますか。はい。よーし。ふぅ。まあ、というわけで、今回はこのぐらいで終わっておこうかなと思います。いやー、感情ぐちゃぐちゃになるな。いやー、そんな気はしたんだけどね。オープニング映像見てた時から、アルバをもしかしたら死んじゃう、もしくは今何なんだろう、どういう状態なんだろうね。アルバは人間で、イザベルはロボットなんだもんね。ナイト、ロケットナイト。アルバは元気になるんでしょうか。イザベルと交流できるのかな。まあそもそもまずこのループを抜け出せるのかな。いろんなことが起きるね。いやー、終着点が見えませんが、最後までね、プレイしていこうと思うので、よければみんなも見届けてくれたら嬉しいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画も見てください。